こんちくわ。あなたの隣人、ゆっくり霊夢よ。あなたの隣人、ゆっくり魔理沙だぜ。ぐぬぬぬぬぬ。やっぱり道具が悪いのかしら。うん？どうしたんだ霊夢。一体何を作ってたんだ？実はね、広島焼きを作ろうと思ってたの。でも見ての通り、これはもう残骸よ。美味しく作ろうとしたのに、空を飛んで墜落したの。広島焼きか。見るも無残だな。だが広島県民の前で広島焼きっていうのは NG だぜ。なんで？広島焼きというものはない。これはお好み焼きだ。いや、それはそれでキレられそうだが。広島焼きとか広島風お好み焼きというものは存在しない。そもそもお好み焼きなんだぜ。ちょっと何言ってるかわからないわね。確かにこれはすでにお好み焼きだったものだけど。人生生きていれば色々あるし、たまには失敗もあるじゃない。工房も筆の誤りっていうでしょ？あっち向いて工房大師に土下座しろ。和歌山の高野さんにいらっしゃるからな。えらい言われようね。それにしても広島県人って、いろいろ地雷が多くない？すべてを踏もうとする霊夢に問題があるだろ。広島カープもお好み焼き問題も、結構前から言われてるだろ。そうなの？私にとって広島のイメージって、帝国海軍の呉鎮塾とか、江田島の海軍兵学校とかよ。あと男塾の江田島兵八塾長とかね。あまりに偏りすぎだ。そもそも男塾を出すな。それにしても広島の人って、結構荒っぽいのかしら？大阪府民ともお好み焼き戦争を繰り広げてるんでしょ？物騒な話よね。実際はそんなことはないだろうが、広島の人たちは強い印象を持たれがちだな。まあ、方言のインパクトや任侠映画の影響もあるんだろうが。任侠ゲームなら龍が如くで舞台になってるの知ってるわ。広島の尾道が舞台だったのよね。ゲームの作中でもあったが、実際広島県民は明るくて、さっぱりしている人が多いんだ。男気があって、仲間意識も強いと言われるぞ。男気ってなんだかかっこいいわね。男気じゃんけんでプレゼントくれるかしら。お前。男気ってそういう意味じゃないぞ。まったくお前は何でももらいたがるな。でもなんで広島県民のイメージって、菅原文太さんなのかしら。朝日ソーラージャケンって感じ？古い CM 出すなよ。さすがに訓練されてても、そんなの視聴者さんわからないだろ。しかも仁義なき戦いじゃないのかよ。ところで今日は、どんな事件の解説してくれるの？そうだな。霊夢の広島のイメージを変えるために、広島で発生した事件にしようか。まあ、詳しく言うと広島と岡山だが。ふふ、私の広島イメージ、そう簡単に崩せるかしら。その自信は何なんだよ。まあいい。早速解説していくぞ。みんなも、それではゆっくりしていってね。今回の事件は、広島岡山、独居老人強盗殺人事件だ。独居老人。一人暮らしのお年寄りを襲って、強盗殺人事件なんて恐ろしい話ね。そうだな。高齢者が狙われるのは、今のご時世珍しいことじゃない。振り込め詐欺やアポ電強盗、肉体的にも衰え始めた高齢者を狙う、卑怯な事件が増えている。闇バイトとかよね。結構若いバカ、いわゆるバカ者が起こすことが多いのよね。ああそうだな。だがこの事件の内容は、高齢者が起こした事件なんだ。え？高齢者になって事件を起こすってことは、そもそも昔からの悪だったのかしら。そのあたりについても触れよう。また今回の事件の概要から、高齢者の心理状態なども解説しよう。いつも通り優しくお願いねマリサ。それで、この事件っていつ起きたの？事件は2003年9月28日に発生した。それは広島県の静かな町で、ある男が民家に侵入したんだ。そして、その家には91歳の女性、A さんが住んでいたんだ。91歳。ということは、そのおばあちゃん、1912年生まれね。大正元年。明治45年かしら？お前よくすぐ出てくるな。本当は何歳だ？私は17歳よ。ところでこの事件、高齢者が高齢者を狙った事件なのよね？そうだ。この不法侵入した男は、金品を奪うことが目的だった。ところが男は金品を物色中に、その A さんに目撃される。そのため男は A さんの命を奪い、慌てて逃走したんだ。そんな、長い間生きてきて、最後にそんな目に遭わされるなんてひどすぎるわ。男の名は片岡清。事件時には71歳だった。71歳って、結構な年齢よね。ただ人によって体力とか記憶力とか、かなり差が出てくる年齢かも。そうだな。ただこの片岡という男、この家に入った理由がやばかった。どういうこと？片岡は事件の少し前の2003年9月初旬に、借金の返済で悩んでいたんだ。借金があったのね。それで金に困って。ってこと？
普段は借金のことで口出ししない妻から、健康器具の支払い期限が迫っていると言われ、プレッシャーから犯行を思いついたそうだ。はぁ？ちょっと。この方を買って奥さんがいるの？しかも支払いの話をされてプレッシャーから犯行って。何言ってるの？そうだな。ただ裁判で片岡はこう言っている。その時は認知症になっている、妻の実母の介護で疲れ切っていたんだそうだ。いやいやいや。それは大変な状況。かもしれないけど、そういうことじゃないでしょ。介護疲れだからって許されることじゃないわ。その通りだな。どんな理由があろうとも、他人の命を奪うことは絶対に許されない。しかも片岡は妻の実母の介護をしていたため、収入も途切れてしまっていたそうだ。金がない上に介護って、やばいわね。借金もあったら、もう積んでるんじゃないの？ああ、そんな生活は続かない。2003年9月には、とうとう金がなくなってしまった。それで犯行を思い立ったのね。でも他人から金品を盗むなんて許されないけど。追い詰められると人間視野が狭くなるし、おかしなことを考えるようになるのよね。ああ、片岡はその時知人から聞いた、一人暮らしの裕福な老人の情報をもとに犯行を計画したんだ。一人暮らしの裕福そうなお年寄り。こういう情報ってどういう風に回るのかしら。油断も隙もないわね。ところがこの片岡、その知人から聞いた情報を忘れてしまう。大丈夫？この片岡ってもしかして、すでに認知症じゃないの？っていうか、忘れちゃったら襲撃なんてできないでしょ。ところが片岡は諦めなかった。この男は自分で裕福そうな家を探したんだ。そして偶然たどり着いたのが後に被害者となる、91歳の A さんの家だった。え？それじゃ A さんは、別にお金持ちでも何でもなかったの？ああ、A さんはただの一人暮らしの老人で、偶然片岡のターゲットにされてしまったんだ。そんな、この片岡ってバカなの？まあそもそも強盗をしようなんて人間だし賢くはないと思うけど、あんまりだわ。片岡は A さんの家が広かったから、勝手に裕福だと思い込んだそうだ。そして A さんの家を下見して、金目のものがあると考えた。そして片岡は A さんの家に侵入することを決める。事前に覆面や軍手、ドライバー、ビニール紐を準備してな。強盗する気満々じゃない。っていうかビニール紐って何に使うのよ。そして侵入する直前、9月27日にはまた A さんの家を下見している。A さんが外に出ていた時、片岡は A さんに出会う。その時には強盗の下見を隠すため、キノコ取りをさせてもらえないか、と話しかけている。そんな簡単に嘘をつくなんて、明らかに計画性が高いわね。この時 A さんは、片岡からのキノコ取りのお願いをしっかりと拒絶している。突然そんなことを言ってくるなんてやっぱり変よね。違和感バリバリなんだけど、明らかに怪しいよな。だがまさか A さんも、この男が押し入ってくるとは思わなかっただろう。片岡は翌28日に A さんの家に押し入るんだ。物置部屋の納豆ドライバーでこじ開けてな。そして片岡は A さんと出会うと A さんに金を要求する。そして、A さんを手にかけることになる。むごい。これって最初から命を奪うつもりでしょ。相手が高齢の女性だったから。片岡は A さんの首を絞め命を奪う。その時に準備していたビニール紐も使っている。ひどいわね。明らかにそのつもりで持ってきたんでしょ。でもここまでしても結局片岡は、金目のものは見つけられなかったのよね。ああ、何も取らずに逃げたんだ。それで片岡は逃げた後どうしたの？片岡は A さん宅から逃げ出し、普段の生活に戻っていた。だが警察は片岡を疑い、2004年には取り調べを行った。ええ、それじゃ片岡は、逮捕されて裁判にかけられたの？広島県警は2回にわたり片岡を取り調べている。だが証拠がなく、起訴するには至らなかった。そんな、それじゃ片岡は野に放たれたままってこと？そうなってしまった。だが捜査が迫っているのを感じ取った片岡は家を出ている。この時家族からは、犯人かどうか確認されたりしてたと言われている。家族からも疑われているって、やりかねないって思われていたのかしら。どうだろうな。だが少なくともまずい状況には違いない。家を出ざるを得ない状況になったんだろう。この時長女は、出頭するべきだと言っていたそうだ。だが片岡は自分は無実だと主張していた。本当に無罪なら家にいるべきじゃない？逃げ出すって後ろ暗いところがあったからでしょ。実際犯人だったわけだし。家を出た片岡は妻や長女からお金をもらいながら、広島と岡山の県境付近を車で移動し続ける。はぁ？ちょっと、なんでお金渡してるの？家族としては本人がやってないと言ったら、信じるしかなかったんだろうな。そしてこのことは次の悲劇につながるんだ。まだ続きがあるの？
ああ、広島の事件から1年後、今度は岡山県で同じような事件が起きたんだ。まさかそれって。2004年12月10日、流浪の生活を送っていた片岡は岡山県井原市にいた。この頃には家族からの支援もなくなり、さらには直前に乗っていた車がパンクして、金に相当困っていたそうだ。そして追い詰められた片岡は、ここに住む蕎麦屋の店主の男性、B さん76歳をバールで殴ってその生命を奪う。そしてその後、現金5万円などを奪って逃走するんだ。この片岡って男、結局二人の命を奪うことになったのね。しかもこう言っちゃなんだけど、5万円のために人の命を奪うって、どれだけバカなのかしら。偶然襲われた二人が本当に気の毒よね。まったくだな。後先考えない行動で二人の命が奪われる事態になったのは、本当に許されないと思う。だが片岡の命運もここまでだった。岡山での犯行の4日後、片岡は広島市内で逮捕されたんだ。ついに警察が追い詰めたのね。いや。片岡が逮捕されたのは、無免許運転の容疑だった。え？無免許運転で逮捕された片岡は、その後の取り調べで岡山の事件、さらには広島の事件についても自供をする。そして強盗殺人の容疑で再逮捕されたんだ。最後の最後までダメな男ね。終わってるわ。それにしてもここで捕まってよかったわ。また逃げられてたら、さらに犠牲者が増えたかもしれないわね。そうだな。天網会開祖にして漏らさずというが、ついに片岡も観念したんだろう。もしかすると、放浪生活に疲れていたのかもしれないな。広島県警が一つ目の事件で挙げられていたら、この岡山の事件もなかったのにね。霊夢の気持ちはわかる。そう考えると本当に残念だ。だが一番の悪は片岡だ。この男の短絡的な思考の結果、こんな重大な事件が発生したわけだしな。それで逮捕された後、片岡は裁判ではどうだったの？片岡は広島の事件については、最初の供述では金目当ての犯行だと言っていたが、裁判になると主張を変化させる。どんな風に？片岡は A さんから、金を借りようとしたが断られたため衝動的にしたと主張した。つまり、計画性と殺意を否定しようとしたんだろうな。往生際が悪いわね。紐まで準備してるのに、よくそんなこと言えるわね。殺意の有無が判決に大きく影響するからって、その主張はいただけないわ。まったくだ。当然検察は、A さんをビニール紐で縛って布団をかけた行動から、明らかに命を奪う意図があったと主張した。B さんの事件もあるし、どう考えてもこの片岡って人間、犯罪への親和性が高いわよね。ああ。片岡は岡山の事件の後、バールを購入していたそうだ。岡山の B さんの事件の後で。ってことは、また同じことをしようとしてたってこと？こいつ。腐ってやがる。更生するには遅すぎるわ。まったくだ。霊夢が考えた通り、片岡の過去には放火や強盗、起傷、恐喝未遂などの前科があった。そんな、常習犯だったのね。道理で躊躇がないわね。普通、人の命を奪うって相当ハードルが高いでしょ。こんな人間だから繰り返せたのね。もう極刑しかないんじゃないの？とは言ってももう片岡って70代よね。ああ。だが片岡の弁護側は A さんの事件で、片岡は命を奪うつもりはなかったと主張し、極刑を回避しようとした。結局のところ判決はどうだったの？一審の判決は2006年3月24日。片岡には無期懲役が言い渡された。いやいやいや。強盗して二人も殺害してるのよ。極刑しかないでしょ。霊夢には申し訳ないが、A さんを一時的に気絶させるつもりってことで、強盗殺人じゃなくて強盗致傷になったんだ。でも、結果としては命を奪ってしまったわけでしょ？そうだ。意図がどうであれ、取り返しのつかないことをしたのは変わらない。その後、自己中心的な動機で社会にも大きな影響を与えたって指摘されてるけど、遺族に謝罪の手紙を送ったんだ。それで命を奪われた遺族が報われると？当然検察は高裁に控訴した。そして控訴審では片岡が、A さんの首を2分から3分絞めたことを認定し、さらには片岡の供述の信用性に問題があるとして、大きく取り上げられた。まあこんな男、今までも犯罪を繰り返していたなら信用なんかできないわよね。供述がコロコロ変わってるし、それじゃ信用できるわけないわよ。ああ。こういったことから高裁における控訴審では、片岡に死刑判決が下された。裁判長は片岡に対し、動機が理不尽で他人の命を踏みにじる行為だとして、激しく断罪した。当然よ。納得できない片岡は最高裁に控訴する。だが2011年3月24日、上告が棄却されて片岡の極刑が確定した。長かったわね。最初の犯行から8年も。判決が確定した時片岡は79歳だった。当時79歳で死刑確定は、戦後史上最高齢だった。
79歳で刑務所。しかも死刑だなんて。でも被害者のことを考えると、当然といえば当然よね。しっかりと自分の罪を悔いてもらいたいわね。そうだが、霊夢のその願いは叶わない。その後片岡はアルツハイマー病と診断される。そして刑の執行を待たずに84歳で亡くなったんだ。残念だわ。刑が執行されなかったなんて。そうだな。被害者たちは普通に生活していたのに、片岡の自己中心的な動機で命を奪われた。法律に則って、しっかりと処されるべきだったと思うぜ。片岡は家族も裏切ったわけだし。結局誰も幸せにはならなかったわ。ある意味こいつが疫病神だったわね。そもそも金を人から奪おうなんて行為はリスクしかない。逮捕されれば自由を奪われるし、社会復帰など普通に労働するのに比べれば、凄まじい努力が必要になる。ちょっと考えればわかりそうなのにね。普通はな。だが金に困っていて追い詰められていると、正常な判断ができなくなる。結果的に悪い方に流されていくことも多い。まさに貧すればドンスってことよね。ああ。ハーバード大学の説には、頭が悪いから貧乏になるのではなく、貧乏だと頭が悪くなる。なんてのもあるらしい。目の前のことに追われるあまり、しっかりと考えて判断せず、場当たり的に障害を回避しようとするんだ。結果、さらなる窮地に陥ることになる。全くもってことわざの通りじゃない。まあでも被害者の A さんと B さん、そしてその家族のことを考えると本当に胸が痛むわ。片岡にどんな事情があっても、絶対に許せないわ。そうだな。A さんは91歳で畑仕事をするほど元気だったそうだ。家族が来るのをいつも楽しみにしてたそうだ。その話を聞くとなおさら、片岡が自己中心的な考えで被害者の命を奪ったのが許せないわ。B さんも、長年蕎麦屋を経営して子供たちを育て上げた。一人暮らしで蕎麦打ちをしてたんだ。二人とも、子供や孫の成長を見守る平穏な日々を、普通に送っていたのに。犯人は結局、寿命を全うする形で亡くなった。極刑も執行されず、加害者と被害者の間には大きな差ができてしまったな。家族を欺いて金のために犯罪を繰り返した結果、二人が犠牲になるなんてね。それにしてもマリサ、最近高齢者が高齢者を狙う犯罪が増えてるらしいじゃない。どうしてそんなことが起きるのかしら。いくつかの理由があるんだが、高齢者同士だと、お互いの弱みや状況を理解しやすいから、犯罪を働きやすいのもあるだろう。弱みを作って、それはちょっとずるいわよね。そうだな。高齢者は体力や判断力が衰えていることが多いから、詐欺や盗みに遭いやすい傾向がある。加えて高齢者は貯蓄があることが多いから狙われる。結果、高齢者が被害者になるケースが増えている。そして高齢者の人口比率も増加している。相対的に高齢者が犯罪者、被害者双方になることが多くなっているんだ。お金のために同じ高齢者を騙すなんて、信じられないわ。高齢者の中には孤独を感じている人も多い。だから話し相手を求めているところに、犯罪者が近づいてくることもあるんだ。孤独を利用するなんて。また高齢者が高齢者を狙う理由の一つに、犯罪者自身も高齢で、若い人を狙うのが難しいという事情もある。そういう犯罪者は自分と同じくらいの年齢の人なら、力の面で対等だと考えることがあるんだ。だから高齢者を狙うのね。でもそれって結局、弱い人を狙ってるってことじゃない？そうだな。高齢者が高齢者を狙う犯罪は、社会的な問題も大きいんだ。高齢化社会でこうした犯罪が増えるのは、社会全体で考えなければいけない問題だな。そうね。みんなで高齢者を守る方法を考えないとね。まずは高齢者同士で助け合い、地域社会でのつながりを大切にすることが大事だ。それに疑わしいことがあったら、すぐに警察や専門機関に相談することも重要だな。日本は世界でも有数の高齢化社会だから、この話、結構重要ね。周りでも高齢の方結構見かけるもの。そういえば、今はどの県が一番高齢者が多いのかしら。日本で高齢者の割合が最も高いのは秋田県だ。2022年のデータによると、秋田県の人口の約3割以上が65歳以上の高齢者なんだよ。3割以上？それはすごいわね。秋田県って支援策とかあるの？そうだな。秋田県では高齢者のための様々な地域コミュニティ活動や、健康支援策が充実しているんだ。例えば地域の交流イベントや、健康教室などがある。それはいいわね。他に高齢者が多い県はあるの？もう一つ、高知県も高齢化率が高いんだ。ここも秋田県と同じくらい、高齢者の割合が高いんだ。高知県ね。お酒を飲みすぎる県民が溢れているのよね。秋田県は、生ハゲ？お前はどうして、いろんなところに地雷を撒くんだ？きちんと自分で回収しろよ。別に地雷じゃないでしょ？生ハゲは文化よ。いや、
秋田にはもっといろいろあるだろ。埼玉よりも？ちょっとお前、もう黙ってろ。なんでよ、海があるだけ秋田はいいじゃない。お前は、冬の日本海は冷たいぞ。もういい。それでは次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。冬の日本海。いいわね、海水浴。うん？そういう意味よね。まあいいわ。今度は瀬戸内海のお話じゃなくて、東北とか日本海の話もお願いね。こいつ、追い詰められてないのに、馬鹿になってるぜ。みんな、今日も訓練、じゃなかった、解説見てくれてありがとう。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。